はい、じゃあメインでこの話をしたいと思いますが、原発は地震に弱いって話はもう前からしてたんですけど、たまたま今回は真下にいません、真上にいませんでしたからね、大きく破壊されることはなかったですが、何しろマグニチュード7.6 といういや誰も経験したことがない、そういう地震でした。したがって、まあ、非常に幸運だったと言わざるを得ません。大丈夫じゃない、まあ、ちょっと消した方がいいかな。先ほど地震がよく分かるから前参加説明がありました通り、日本はまあ地震断層だらけですね。活断層というよりもまあ断層だらけということで、まあ、ありとあらゆる場所に断層があります。まあ、多分この真下にもあるんでしょうけど見えないだけ、厚い堆積層関東ローム層があるので見えませんが、まあ、多分あるんだろうなと思っていますが、それよりも何よりも東京の真下というのはプレート境界に非常に近いので、それによる地震の方がはるかに巨大な影響を与えるかなというふうには思いますけど、まあ、一方では江戸川河口断層とか立川断層とか知られている断層も結構ありますので、そういった意味で言えば非常に大きな被害を出す可能性はある地震断層がたくさんあるということです。でそんなところに原発を50何基も建ててしまいまして、 最大建ってた時は50、まあ、5基あったんですけど、まあ、廃炉になりましたので、今動いているのは12基とプラス再稼働申請出している原発、それからまだ出してないけども動くかもしれない原発、全部で足して30基余りという状況ですね。そういう原発群が動いたらどうなるのか、福島第一原発事故を経た今の日本でもまだ再稼働を推進しようとしているこの国は、何を考えているのっていうことになるわけです。そこで私は第一動乱の時代に原発は廃炉にということで、地震と津波は止められないが原発は止められるということをスローガンに、今すぐ止める、冷やす、閉じ込める対策をと。止める、冷やす、閉じ込めるっていうのは、原発推進派が地震が起きた時にも、すぐに原子炉を止めて冷却を継続し放射性物質を封じ込めるから安全ですという、安全神話に使っている言葉ですが、それは成立しない。唯一できることは地震が来る前に止める、冷やす、閉じ込めるということをしなければならない。それは現在再稼働している12基の原発を全部運転停止することでしか成し得ないことですと、そういう主張です。すなわちこの今すぐ止める、冷やす、閉じ込めるというのは、今すぐ再稼働した12基を止めろということ、以上でも以下でもありません。で原発は地震の時にすぐ止まるから安全というのは大きな誤解でありまして、本当に止まるかという問題も一つありますが、それだけじゃなくて冷やさなければならない熱量がまるで違いますね。で今回の地震では志賀原発2号機1、2号機で使用済み燃料プールに約1000体の燃料体があったんですけども、13年間動いてませんでしたので、十分冷えてました。まあそう言い切れるかってはちょっと微妙なところありますけど、まあそう言ってもいいでしょう。1000体の使用済み燃料はそのまま電力が来なくて放置されていても、まあ、概ね17日間は沸騰しないで維持できるくらいの大量の水の中に使っています。しかしながら17日間電気が来なくて冷却の補充もできなければ沸騰し始めますので、水って沸騰し始めたらすぐ空気になるの、皆さん鍋とかよくやりますよね。いやよくやっちゃいけないんだけど、ああいうことと同じで沸騰し始めたら早いです。なので沸騰させないことが重要という冷やす重要性があるわけですが、これがですね新燃料じゃなくて使用済み燃料といっても発電していた直後の燃料となると十何日間なんてもとてもともそんな時間的な余裕はありません。おそらく炉心の中に存在する燃料だと、大きなもの小さなもの差はありますが、おそらく2時間から4時間で空だきになります。すなわち2時間から4時間でメルトダウンするということなんですね。これを壮大にやってしまったのが福島第一原発です。福島第一原発は残念ながら当時民主党政権下でおいても、枝野当時の内閣官房長官がまだ原発は水があって大丈夫ですって言ってた時にはすでにメルトダウンしていました。推定時間、おそらく地震があって津波がやってきて電源喪失するのが大体3時半ぐらいですけれども、6時前にはメルトダウンしています。
そのくらい早いんですね、1号機ですけど。2号機3号機はまだ水が残って、まあ、あの注水もできていたのでもうちょっと持ちました、けども最後にメルトダウンした2号機の場合は2日です。2日というのはこれは、ね、あの冷却水の注入ポンプが止まってしまったので結果的に空だきになってしまった。すなわち2日程度水を補給し続けただけではメルトダウンを本当に防止することはできなかったということなんです。だからここで言っている冷やすというのは完全に冷え切るまで冷やす、すなわち今の志賀原発くらいには少なくても十何年間冷やし続けていなければ安全とは言えないよということになるわけです。じゃあ能登半島地震の実態ということで、まあ、あのどんな状態あの地震だったのかということを簡単に振り返ります。これがあの震源、震央をプロットしたものです。想像も断にしなかったのはここからここまで一気に破壊されていったということなんですね。これが実際にここの断層が 全面的に活動したのかどうかは今地震調査委員会で議論をしているところですが、今日の議論では今日のニュースになってたか昨日だった昨日だね今日は土曜日ですからね、昨日の議論ではここの猿山沖という断層群があるんですけどここが動いたかどうかがテーマになっていたようです。でここの 1,2,3,4 つあるんですが、鈴沖、輪島沖、猿山沖、門前沖というこの長い断層群のさらに外側、ここ問題はここなんですけど、ここも合わせて、長大な断層活動があったと、すなわちこういうことですね。150km 級の大きな地震が、発生したということになります。さすがに日本広しといえどもですね、または明治以降地震観測データがあるといってもこんな距離の、まあ、これ海の上に見えますがあの断層地震ですからあのプレート境界ではないんで、断層地震で150キロもの、断層群が一気に動いたっていうのは、まあ、多分初めて観測できたのは初めてなんだろうなと思います。でこれをですね、北陸電力はどうしていたのか、あの北陸電力は志賀原発の再稼働申請の前の設置許可申請というのが最初前にありましたね。でその後に2006年に耐震爆チェックというのをやってるんですけども、要はあの阪神・淡路大震災の後に日本中の原発の耐震、評価がめちゃくちゃ甘いんじゃないかという批判が高まりました。石橋さん当時神戸大学教授の石橋さんなどを中心に地震の想定、考え方自身を根本的に変えなければならないということで、当時の原子力安全保安院も仕方ねえなということで、地震の想定を見直せといういわゆるバックチェック、すなわち見返しを行ったわけです。で見返しが2006年から2008年にかけて各原発で行われたんですが、まあ、実は東京電力も当然それをやってるわけですけども、その時に津波想定が本来ならば 15.8 メートル級の津波想定を東電がしていたにもかかわらず、その対策を先送りした結果2011年3月11日に実際に15メートル級の津波が襲ってきて1号機から3号機がメルトダウンするという大惨事になったというわけです。したがって耐震バックチェックに対応して真面目にっていうと変ですけど、あの耐震性ないしは耐津波性の評価性能を高めようと少しは努力をした女川や日本原電東海第二は幸いにしてメルトダウンは免れたけれども危なかったというのが結論ですね。それは日本の政府というか、原子力当時の原子力安全保安院など政府調査の中でも渋々ながら認められているところです。その2006年耐震バックチェックを経て、想定した断層運動というのが96キロ、先ほど見た4つの断層群は、まあ、ほぼそのままあるんですけども、それ全部足し合わせても96キロメートルくらいの活動を想定していて、これでもマグニチュード8だって言ってたんですけど、ね、で北部、ここがですね、この辺、この辺一帯、これが実際に東京、北陸電力が想定していたのはほぼこの辺でブチッと切れるというこの青い点々点あたりのこの手前のところぐらいまでしか想定をしていなかったというのが現実に起きた現象に対する北陸電力の評価だったということになるわけです。もうちょっとこう引いてみると問題はこちらなんですね。原発の位置をプロットしてみると志賀原発はここです。
で、ここに何があるかっていうと、我らが柏崎刈羽原発です。ここがこれから動く可能性があると東田東北大学教授が主張しているところです。これが要はこの地震が起きたことによってここも動いたという先ほどの信用プロットがありましたけど、実はこれが信用プロットを見るとそんなに動きそのものが大きくないというんですね。要は震源断層面の動いている距離が小さいのでまだ割れ残りがあるという説明です。すなわちこのエリア全域が割れると、本格的に割れるとマグニチュード7クラスの地震になるだろうと。マグニチュード7クラスがこれ全部海底で起きるわけですから、まあ、海底というか海面、海洋、海の中で起きる活断層地震になりますので地形が変化します。それによって津波が発生しここを襲いかかるであろうと、そういう想定になります。襲ってくる津波の高さはおおむね3メートル程度だから、柏崎刈羽原発は12メートル程度の津波対策をしているので、まあ、東電にまともに聞けばですね、ああ3メートルぐらいどつことありませんよ的なことを言うかもしれませんが、そうはいかないのが原発でして、3メートル程度の押し波でもその逆に引き波というものも3メートルくらいあるということですから、まあ、今は柏崎刈羽原発の運転停止してから12年くらい経ってますので、まあ、十分冷えているから今ならば多分メルトダウンしないでしょうけども、本格的に運転再稼働の6、7号機再稼働を準備してますよね。135万キロワット級の原発2基が再稼働の準備していて、もし動いているときにそういう津波だとか あるいは地震が襲ってくればただじゃ済まないわけです。実はこの地震が起きたときに各地で震度を記録するわけですけど、柏崎刈羽原発の近く、まあ、近くもないかな、上中下越ってあるんですが、上中下越ですね、中越の北の下越地方で距離遠いところですよ、震度6を出しています。それから長岡市、この、南ぐらいになるんですね、長岡市でも震度5強を出しています。すなわち遠い震源だから大きな揺れが来ないなんて保証は全くなく、実は中越沖地震がこの2007年にここで起きてるんですけど、その時の震度、計測震度は、新潟県では公式に震度6強、マグニチュード 6.8 で震度6強というそういう報道発表なんですけど、実は1箇所だけ、柏崎刈羽原発の地震計だけが計測震度 6.5 を出しています。で、計測震度 6.5 というのは実は 6.5 以上が7なんですね。計測震度というのは 0.1 単位で6.0、6.1、6.2 というそういう震度の計測をします。機械的に計測します。で、普通の震度というのは皆さんご存知の通り、気象庁の職員が体感でこのくらい揺れたから震度2だとか震度3だとか昔は体感でやってたんですよ。それ体感でやられると地盤によって全然その感じ方違うし、極端に言えば個人差もありますよね。揺れに弱い人と敏感な人と大したことない人と、そういう人だと震度5弱だ、いや5強だって論争になりかねないというわけで、今では計測震度計というものを使ってます。機械ですね、機械で測定します。で、機械というのは単なる共振計だけではなくて、ガルだけではなくて、揺れの幅だとか、それから継続時間だとか、それから継続速、地震の速度、これは波の動くスピードですね、そういうものをデータを合成し、総合的に判断して、これは震度 6.5 だ、震度 6.4 だと、そういう計測をします。で、最終的にはその計測震度計を人間が評価をして、倒壊物がどのくらいあるかとかですね、液状化しているかとか、そういったことも加味した人間の判断も含めて震度6強であるとか6弱であるとか、そういう総合判定をしているんですが、単純にその計測震度計の記録データだけで言うならば、柏崎刈羽原発の中では震度7でした。で、確かに柏崎刈羽原発の中の液状化とか地盤の変状だとか、あるいは土砂崩れ、実にたくさん起きてるんですよ。他の地域よりも下手したら多いというくらいね。で、そういうことを考えるならば、本当に柏崎刈羽に強力な地震波が襲いかかってきて、周りの市街地に比べて大きく揺れたというふうに考えられる。なぜならば柏崎刈羽3号機が爆発炎上しているという現実から見ても、そういうことですね。で、それが起きた地震というのはこの辺なんですね、まあ、海の上ですけどこの辺の地震でした、まあ、もうちょっと北の方ですね、この辺ですね。それに対してかなり外の北寄りに外れますが、しかしながらここで起きて震度7だと、震度7、マグニチュード7以上だということになれば、ここで起きた 6.8 とそう大して変わらないことになるので、またしても柏崎刈羽原発は中越沖地震並みの大きな揺れ、あるいは津波の、今度は津波も含めて襲いかかってくるということになりますので、こんな原発再稼働していいわけないでしょうと。
日本の有力な地震学者がこぞってここが今最も危ない、次に危ないのはここだって言ってるわけですから、次にっていうのは私の表現ですね。要はこの地震が起きたことによってこの周辺一帯100キロ圏内が地震の活動領域、まあ要するに従来の30倍ぐらい揺れやすい状態になったのですというのが地震学者の、まあ多くの人たちが語っている内容の総合的な評価です。まあありてに言えばこのエリア100キロ圏内はもう極端なこと言えば次の大地震に備える、それしかもう生きる術はありませんと言っているに等しいです。でそういうことはやっぱりどうしてもこういう大きな地震が起きた後起こり得ることであって、東日本大震災の後だって例えばいわきで 6.5 だとか、あるいは長野県の栄村で 6.5 だとか、そういう 6.8 だったかな、あれはそういう地震が起きて震度6強そういう揺れで家屋倒壊とか起きてますから、そういったことを考えるならば大きな地震が起きればその後数年間は大きな地震に備えなければならないということは常識的に考えられるということになるわけです。でその地震の周辺のですね状況を見ていけば、前からたくさんの地震が起きていたよっていう、先ほど地震がよくわかる会のホームページにあった通り、こういうふうに点々といろんな地震が起きてきたという記録が残っています。で実際のところこういう地震が今回の大きな 7.6 の地震にどうつながっているのかについてはよくまだ分かっていませんけども、やはり広い目で見る、広い範囲で見るならば、この範囲一帯の地殻の内部の、いわば歪みがですね溜まってきていて、それで各地の地震を次々と引き起こしていた、その最終、まあ最終じゃないかもしれないけども、ある種の一つのピークがこの1月1日の珠洲地震というか石川県能登半島地震ということになるということになろうと思います。で問題はですね、こういったことについて日本のいわば自治体だとか、あるいは産業界、または地震学会というのかな、地震動なんかを観測している人たちがどういうふうに今までアナウンスをしてきたのかということなんですけど、まあ、珠洲でマグニチュード6クラスの地震が、まあ、連発しているというときに、この図を見ていただくと分かる通り、大きな警告などは出されていませんでした。これは確率論的地震動予測地図2020年版というものですから、まあ、珠洲の群発地震が起きるよりはちょっと前のものかもしれないですけど、まあ、ただ同時ほぼ同時に公開されているものだと考えていいでしょう。 JSHIS マップって書いてありますが、要はこれは日本中あちこちどこがどれだけ揺れやすいかみたいな、そういうマップになるんですね。でこれが単なる参考図ではなくて、こういったものに基づいて例えば地震保険の両立とかが決まってるんですよ。すなわち東京は地震保険の両立高いんですね。もっと高いのは確か神奈川だったかな、基準を1とするならば東京は 1.1 で神奈川は 1.2 だったかな、 1.2 倍ということですね。でそれに対して実は北陸っていうのは低いんですよ、 0.4 とか 0.8 とか。そういうふうに地震が比較的少ないところと思われてたんですね。まあ、今も思ってる人いるかもしれないですけど、だけどそれはそうですが、こうやってグッズを見ると確かに赤く塗ってあるところあるんだけど、これ全部断層の上なんですね。だからこういったすでに知られている断層周辺はさすがに大きな地震が来るかもしれんけども、例えばここ見てください、全然何もないですよね。断層あるんだけど何も色塗られてない、黄色いというのはほとんど地震がないみたいな、そういう印象ですから、青か黄色はね。そうなってくるとここ地震ないよねって言ってるに等しいわけですよ。実際にこういったもので例えばいろいろな建築物に対しての例えば耐震補強であるとか、耐震性能を高めなくちゃいけないという行政の補助、そういったものがいわば手厚いかどうかというのがある程度決まってきてしまいますね。東京などは今回地震の前からも木密住宅地帯をなくすということで、木密住宅地帯の耐震補強であるとか、あるいは防火設備、防火改修にかなりの予算を割いてですね、100万とかそういうお金で家屋、一般家屋の木造家屋の耐震強化であるとか耐火評価、耐火性能を高める、そういうことに助成をしています。そういったところは日本各地の地震が多いところでみんなやってたり、それから津波が来るようなところでは高台に避難するための避難台を作ったりとか、そういった対策はみんな普通にやってますよね、行政が。自治体でそういうことをやらなければ自治体の長が落ちると、選挙でね、そういうような状況もだんだんなってきたというのが東日本大震災後の日本の各地の状況なんですね。ところが北陸は悲しいことにですね、この警告、地震があったにもかかわらずそういう警告がなかったので、
今聞くとですね、耐震化率1981年の今では古くなってしまった旧耐新耐震と言われている耐震性能を持った住宅は 40% 台しかないんですね、半分以下なんですよ。そういう意味で言うならば、今回の地震は新耐震のものならば持ったのかって言われると、ちょっとそれは微妙なところはあるんですけれども、しかしながら旧耐震はもうほとんどダメだったということは分かっているので、そういう旧耐震の建物が次々と倒壊していたというのは、やっぱり自治体も、それから県とかですね、自治体もこの地域の地震評価やあるいは耐震性能を高めなくちゃいけないという、そういう感覚がなかったのは、こういった図が公表されている、これも権威ある団体が出している図ですから、こういったところに惑わされてしまっているというふうに私は考えています。でその中で典型的なこれですよ、志賀原発の周り何もないですよね。いい加減にしろというくらいね。でさすがに柏崎から原発ここ赤いですよね。なぜかというと、ここにだって中越沖地震の震源あるんですから、これ黄色くしたらこれとんでもないって話になりますが、でもこの前の全面海面にまたもう一つ大きな断層があるんですけれども、それについては評価してないらしくて、上越地域は赤くなってないとかね、そういう問題はありますけれども、この辺ですね、この辺は赤くなってないとか問題ありますが、志賀原発の周辺のこの異様な黄色さっていうのはやっぱり大きな問題だと思います。実際のところこの黒い線って何かって大地型断層です。でこの大地型断層をめぐって実は裁判によりこの原発が一度差し止められたんですよ。私もこの志賀原発2号機の差し止め訴訟に関わって証言までしているのでよく覚えてますけれども、当時の裁判長井戸健一さん、ああそうです、それで井戸健一さんと私は法廷の中で証人と裁判長という立場で向き合ったことがありますが、私の証言は地震ではなくて原発2号機 ABWR という原発ですが、 ABWR という原発の工学的な危険性ということを、延々と証言をした、一日証言したんですけども、それについては残念ながら判決の中では、さほど重要視されなかったという逸話はありますけど、しかしながら井戸さんはですね、やはり電力会社の署名、すなわち照明ですね、照明がほとんどなってないということで、とりわけこのおうち型断層、これが活動したときにどれだけ志賀原発に影響を与えるのかについて、ほとんどまともな評価をしてなかったということは当時分かっています。でそれによって2号機は運転することはできないということで、差し止めが成立をし、一度は志賀原発2号機は、これは金沢地裁ですけれども差し止めの判決が出てるんですね。その後名古屋高裁金沢支部でひっくり返されるんですが、そういう意味で言うならば、さらに言うとこれ判決が出たのが2006年、それで2007年になってこの耐震性評価の耐震バックチェックに基づく新耐震規制基準が決まってるんですよ。で実はこの裁判の後に経産省はびっくらこいて負けたから、商業用原発で実は初めての敗訴だったんですね。しかも地震評価をめぐって敗訴ですから、これはやばいというふうになりまして、経産省の中では慌ててもたもたやっている耐震性評価を加速せよと、直ちに耐震性評価の耐震バックチェックを完成させろというふうな指令を各電力会社に飛ばすという事態になりました。そこでそれまで明確な期日が、要するに締め切りが決まってなかった、耐震バックチェックの締め切りが急激に定められて2008年になったといういきさつがあり、その後に名古屋高裁金沢支部で志賀原発の訴訟がこの大地型断層の評価を一応北陸電力が出したので、敗訴したという、そういう流れにはなります。というくらいに原発の耐震性能をめぐって焦点化した訴訟となり、その結果として一度は私たち住民側の主張が通って原発の差し止めが命じられた、その当該原発が志賀原発なんですよ。当時から北陸地方この辺一帯の地震動はとんでもないものがあるぞということは地震学者の多くの人たちも主張していましたし、それから私たち反原発運動やってる人たちの間でも志賀原発のこの周辺断層の活動性、あるいは地震が起きたらどうなるかということについて非常に多くの議論をしてきたところです。だから、ある程度、いい語弊のありかもしれませんが、ある程度原発運動やってる人たちにとってみれば今回の地震は想定通りということになります。でこれが揺れの大きさを示すものになります。でここで見ていただいて、典型的なのはこの志賀原発のある場所、これは計測したものではなくて地盤から評価したものなので、本当にこの揺れがあったかどうかということは必ずしも確かではありません。防災科学技術研究所というところが、
この地盤の性質であるとか震源断層の活動の場所、そういったものからかつ 各地にある地震計のデータ、それを総合的に判断をしてどのエリアがどれだけ揺れたのかということを計算上を表した地図です。だからこれは実際に起きた揺れをそのまま表したものではなくて、このくらいの揺れがあったと想定されるものと考えてください。ただしそんなにデタラメなものではなくて、地震計のある場所の共振動をそのまま取っていますから、例えばこの地震全体で最も高い地震度を記録したのは2828ガルという揺れですけど、まあ、実際地表に近いところですね、鹿町の都議観測点 K ネットというものがあるんですが、それがここです。ちょうど色が一番濃くなっている強震度7、震度7という数字が出ている、ここが、住所でいうと鹿町霞霞というところですが、霞というところですが、ここが K ネット都議という地震計がある場所です。で、もう一つ志賀原発にある地震計が記録した地震動の揺れというのは、建物の地下2階という位置ですけれども 399.3 ガル、約400ガルですね、という値がここで観測をされています。だからかなり違うということがありますね。かなり違う理由はこの間見ていただくと、7に対して6強6弱5強というふうに階層下がってきますが、まあ、6強と5弱の境目くらいに地下原発があるということが分かりますし、さらに地上の地震計ではなくて地下2階ぐらいの高さになりますとマイナス10メートルぐらいになりますので、そうすると、まあ、岩が周り岩体ですね、岩体の中で張っているようなものですから、比較的揺れが小さくなるというのは確かに理屈通り400があるということになります。でそのさらに南下がっていけば、ここがもう震度5強になっていくというところなんですが、一つ注目したいところが2点あります。一つはこのライン、これ何かというとおうち型断層です。くっきりはっきりここだけ震度が大きいですよね。やっぱりこの断層面がこれ活動したというよりも、この断層自身がやはりその揺れの中で増幅効果を与えたというふうに考えられると思います。それからもう一つ、ちょっと見えづらいんですが、ここにですねちょっと濃い赤いラインがあるんですね。これが何かというと都議川南岸断層です。でこの都議川南岸断層が問題で、これは活動したという評価がされています。つまり動いたということです。実際の震源断層はここにあるんですよ。ここにあるんだけれども、この辺の断層もやはり、活動したということは、どういう活動なのかがこれから問題になります。都議川南岸断層というのは志賀原発、まあ、北陸電力はですね、これが地震断層、すなわち地震を起こす断層じゃないとずっと主張していた断層です。ところがこれがもし活動したとなれば、ここから志賀原発まで9キロしかないので、もうほとんど目の前で動いたようなものということになりますので、これはもう想定根底からひっくり返ってしまうという事態になります。でさらに問題なのは、これ陸上の揺れしか分かりませんから、海底こうなってるんですね、断層線がね。そのこともまた大きな問題で、志賀原発の目の前、数キロのところに活断層が走っているということになりますから、もうほとんどダメじゃんというふうになるわけですね。で志賀原発のこの辺が高屋というところです。志賀原発じゃなくて能登半島のこの辺が高屋という地区です。ここが実は、珠洲原発の関西電力の建設予定地でした。地形というところがここになります。ここにあるのが、中部電力国立電力などが建設予定地にしていたもう一つの珠洲原発です。両方で135万キロワット級2基を計画するという流れになっていたんですが、2003年にご存知の通りこれが中止になってよかったねと今言ってるわけですね。でこの高屋地区のところはですね、海岸線が隆起しまして2メートルくらい上がっているというふうに言われています。でこれは先ほど話をしてしまいましたが、佐竹健二さん、東電の東電福島第二原発の地震津波想定の時にもこの人の名前が何度も出てきました。なぜかというと、この人佐竹さんが上岸地震の再来のような地震を想定をして、その結果東京電力福島第一第二原発に巨大な津波が襲いかかる可能性があるということを論文に書いて、にもかかわらず東京電力がそれを完全に無視をして、それで何の対策も取らずに漫然と過ごしていたら福島第一原発事故が起きてしまったという、あの中で警告を鳴らしていた佐竹教授が今の東大地震研の鬼にいるんですけども、こういうふうに言ってます。2枚の活断層が滑ると最大7クラス、ここですね、先ほど言った佐渡沖
で新潟でも3メートルぐらい津波が来ると、それだけのポテンシャルエネルギーを持ってると。だから柏崎から言えばそこにあるわけですけど、目の前で、マグニチュード7クラスの地震による津波、それから地震による地震動に襲われるという警告を出しています。では能登半島地震と志賀原発の実態ということで、まあ止まっていたから良かったねと先ほど結論を言ってしまいましたけども、でも良かったねだけではなくていろいろ問題が起きているということをやはり指摘をしておかなければならないと思います。まず1号機54万キロワット BWR 型、1993年に運転開始をして、実はまだこの原発1号機はですね、設置許可変更申請出してませんので、要は再起動の前提条件である新規制基準適合性審査を受けていません。どうするつもりなのっていうところなんですが、まあ、みんな言ってるのは事実上廃炉だよねって、まあ、言ってますけど、2号機 135.8 万キロワット、これが ABWR と呼ばれるタイプ、新しいタイプ、これどこと同じかというと、柏崎6号機7号機および浜岡5号機と同じタイプの原発です。で私はこの ABWR というのはこういう安全性危険性があるということで裁判の中で主張したのは、一つは暴走しやすいというのは語弊があるかな、暴走する可能性があるということ、それから再循環系の配管がなくなったことで安全性が高まったというけれども、全部が急に止まった、まあ、再循環ポンプが急に止まった状態で、さらに7台以上の再循環ポンプが自動的に再起動するようなことになると、中の水が攪拌されて急激な出力上昇になりうるということを主張しました。それから電動の制御棒が入る方式になっている、電動で入るんですね、という方式だけれども、電気来なかったら入らないという問題が一方である。それに対して圧力で入れるラインも準備はされているけれども、圧力で入るような制御棒駆動機構というのが地震の時にその配管が破断してしまえばやっぱ入らないよねということで、制御棒が挿入できるかどうか問題については、従来型の BWR より安全性を強化したと言っている割にはさほど大して高まっていない、電源喪失をする、福島第一のように電源喪失をするようなことが地震発生と同時に瞬時に起きてしまえば、福島第一の場合は地震が起きた時は電気来てましたから、当然制御棒も入ることもできたし計測もできたし、まあ、そういったものについては問題はなかったけども、あとの冷却で失敗してるわけですね。ところがこの志賀原発の場合、目の前地震が起きるとか直下で地震が起きるということを想定しますので、最初の一撃で、全て破壊されるというか、まあ、極端に言えばね、電源系統全損するし、それから冷却系統も破断するし、すなわち福島第一よりもはるかに危険な状況を想定するので、それによって原発の停止すら失敗するかもしれないということを私は主張しました。まあ、裁判の中では採用されませんでしたけど、まあ、そういうことを主張していた記憶があります。で、BWR と ABWR の違いの、まあ、こう書いてあるんですけど、まあまあこの辺はあんまり細かくやってもしょうがないから、次いきます。まあ、敷地の構造ってこういう感じで、実はですね非常にコンパクトです。まあ、他の柏崎だとかそういったところに慣れてるとですね、たったこんだけって思うくらいに狭いんですね。確かに西日本の原発っていうのは相対的にみんな狭いところが多くて、東日本はどちらかというと広いところが多いんですけど、そういうふうに狭くした敷地の中にいろんなものを詰め込んでる印象ですね。ここが主要国道です。要はこの原発から事故が起きたら逃げなくちゃいけないって言った時の海沿い走ってる道路は多分使えませんから、これダメですよねと。山側に道路があるんですけども、そこは今通行止めは解除されましたけど、地震の直後は通行止めになってましたということです。で周辺にも住宅はありますが、まあ、この辺ちょっと映ってませんが住宅はあるんですね。でこの前には大きな そこそこ大きな、赤隅という漁港があります。でそういう地理関係の中で原発、これ1号機と2号機建ってますけど、この建屋の大きさとそれから敷地境界を見比べていただければ、非常に狭いところに建ってるなっていうことが分かると思うんですね。これもうちょっと引いた図で見ましょう。そうするとこれが敷地です。でこれがその逃げるときに重要になる県道、あ国道です。もう海です、すぐに。でここに集落、都議の集落があって、ここに赤隅の集落があると、まあ、そういうような、ここ港なんですね、漁港です。でここに実はこう山の中走る道路があるんですが、これが地震で崩落したりして通れなくなったところがあるということです。でこうやって見ていくと非常にコンパクトな原発とした小さな敷地面積であるということが分かると思いますから、敷地境界と原子炉の炉心部の距離というのが実に近い。特にここにある住宅地から見ればですね、ほんの数百メートルしか離れてないということが分かると思うんですね。ものの目の前、これ200メートルなんですよ、ここからここまでがね。200ってですね、引っ張ってみれば見てください。
500くらいしかないですよね。こんな近い原発は多分他ないんじゃないかなと思いますけどね。あ、東海第二でももうちょっと遠いですからね。でこれが事故が起きた時の状況です。原子力発電所には一般回線が3回線、5回線、3系統5回線入ってました。で、赤ずみ線と鹿、原子力線と鹿中野戸線というのがありました。そのうちの一番容量の大きな鹿中野戸線という回線がここで受電側のですね、周辺圧器というところはぶっ壊れましてオイル漏れを起こして遮断されました。それからもう一つ鹿原子力線というものがあるんですが、これも原発に入る手前のところの軌道変圧器というところが破壊されまして、これでまあもう1系統あるので入ってはいるんですけれども、2系統のうち1系統が遮断されました。ということで原発に入っている系統 1,2,3,4,5 本のうち、こことここの2系統が遮断されて3回線残ったと、まあ、そういうことになります。2回線3系統が残った。だから約半分残ったということですね。だけど半分失われたとも言えるわけです。で今回の地震は原発そのものにとっては、震度5強ですから、震度5強ごときで明らかに、ひどいのは震度5強ごときで半分の外部回線を失うんですから、これはとんでもない。震度7であっても回線を失っちゃいけないというのは本来の設計思想でなくちゃいけないんですが、それよりもはるかに小さな揺れでですね、外部電源系統をこれだけ多く失うというのはもう私に言わせれば欠陥原発です。でさらに言うと、ここ見てください。変電所2箇所しかないんですよ。結局こことここがやられたら終わりですよね。で変電所というのは実は地震に非常に弱い、変電所というのは非常にたくさん の空中構造物がありますので、高圧鉄塔の上に回線走ってたり、それからたくさんの外資を使っている、外資って焼き物ですからぶつかったら割れちゃいますよね。そういう外資を使っていたということで、実は変電所っていうのはそんなに長持ちする施設ではありません。ここでもし震度7クラスの地震がこの両変電所を襲っていたとするならば、実際のところこの回線の途中が健全だったとしても電気来なくなります。というふうに、実はこうやって長大な外部電源を引っ張っている原発の場合は、外部電源を失うということは非常にポピュラーでよくありがちなことなので、そういったことは対応しなくちゃいけないというわけで、いろいろ対応しているわけですね。今回はですね、どうしたかというと、1号機と2号機の間にこういうつなぎ線を持っていまして、所内の電源系統を切り替えることで、この残った線からこう受電を1号機も2号機もするという一旦回線を、融通しました。でそれでここの赤ずみ線壊れているところがあったので停止させて、実は修理してます。これなぜこうしたかというと、ここが壊れてたんです。赤ずみ線電気は通ってたけど外資が割れてたりして壊れていたので修理しなくちゃいけなくなったんで、この周辺圧器につながっているところが壊れている2号機に対してこの1号機につながっている回線を融通すると、そういうような流れで、直しています。赤ずみ線どう壊れてたかというと、外資が割れたと、それからこのジャンパ線が切れたというわけですね。そういうのを補修しなくちゃいけなくなったので、3回線のうち1回線を止めて2回線で1号機2号機を冷却したというふうになります。その次、志賀原発では実は津波が襲ってきていましたけども、1日2日報道発表ありませんでした。で、5日になってですね、実は3メートルぐらいの津波がやってきたことが分かりましたなんてことをですね、しれっと発表しました。気がつかんかったんかって話なんですが、本当に気がつかなかったみたいですね。どういうことなのかというと、そもそも水位の変動を測る場所っていうのはこの物上げ場のそばにあるところにある、物上げ場っていうのは要は港と違って非常に低い水面から低いところにあるものを一旦陸揚げするそういう突堤ですね、突堤のようなところです。でこの物上げ場というところに実は通信装置がありまして、さらに波光計がありました。でこの波光計のところでデータは取っていたんですけれども、この通信装置が地震の影響で停電して遮断されました。データが取れなくなりました。そうすると物上げ場の水位計のデータが本体に、すなわち原発の制御室に送信されず、水位の変化が見取れなかった、すなわち上がってんだか下がってんだか分からなかったということですね。
こういう波光計がちゃんとあったんですね。これ波光計によって水面の移動が変動が分かりましたので、それによって津波が来たならば何メートルの津波襲来とか、直ちに署内にですね、緊急事態の発令をして、署員は津波に飲まれちゃ困りますから、福島第一の場合は2人の従業員が死んでますんで、そういうことを避けるために津波襲来の警報が出たらすぐに退避するという作業が必要になるんですけども、漫然と時を過ごしたということになるわけですね。なぜそうなったのかというと、このデータの送信が止まってしまった。でそれが1日2日3日まで、3日間止まっていたということになるわけですね。でその結果データがいかないものですから、津波警報も出せずにそのまま過ぎてしまったということですから、福島第一の事故の経験が何も生きてない。計測器があったってデータがないんじゃ何の意味もないですね。でこれでもし本当に15メートル級の津波が襲ってきたとすれば、到達して初めて気がつくわけです。ドーンと来てからしまった津波だって気がついた時にはもうすでに遅しで、何人かが犠牲になるというような状況になってたかもしれない。なぜならばその港の下まで見に行ったとかね、あるいは中にある海水を溜めていくピットの中を見に行くとか、そういうことを普通にやるかやりかねないですから、当然ね、みんなね、川のそばに寄らないでくださいけど、報道してますけど、あれと同じで気になってみんなちょっと調べてこようかって行きたくなりますから、そうやって見に行ったところに津波が襲ってくるっていうことは、こういう波光計による計測データがなければ、不意にそういうことを行ってしまう可能性があるということです。で結果的には水データを分析したことによって、ようやく1月の8日にその3メートルの水位、3メートルの上昇と 1.3 メートルの下降低下ですね、低下引き波ですね、これを確認をして、それで発表するという流れになっています。これなども津波対策が全くできていなかったということの一つの大きな問題ですね。それから使用済み燃料プール、これも一応壊れはしなかったし、水も維持はできていたんですけども、スロッシングといって大きく流れが揺れが発生して、プールが上からここに流れ込む、またプールの周りに飛び散るということが起きました。それに対して本来ならば、この冷却ポンプが稼働してですね、水を補給しなくちゃいけなかったんですけれども、これの一部のポンプが停止をすると、ここですね、停止をするというような事態になりました。ただし、まあ2台あるうちの1台が止まっただけだったので、注水には支障はなく動き続けたということは言われています。で、その次に起きたのが、停止中の2号機の低圧タービンにおいて伸び差大という警報が発生したということなんですが、これがタービン建屋の中ですけど、中見るとそんなに何も起きてないんですけど、実際に起きたのはここなんですね。ここに時空計が 1,2,3 本あります。でこちら高圧タービン、こちら低圧タービンです。高圧タービンというのは最初に蒸気、原子炉で発生した蒸気が吹きつけられて回転するところ、その蒸気を再度こちらに回してですね、低圧側、まあ、圧力下がった後の蒸気をここに当てる、それが低圧タービンです。で同時軸は1本で、その先に発電機があります。すなわちタービン軸の上で回っている羽車につながった発電機の、コイルが回ることによってこれが発電すると、まあそういう構造ですよね。でそのうちの低圧タービンの側のですね、この起点と呼ばれている場所から測った長さが、この低圧タービン側のところが伸びたというんですね。鋼鉄製のタービン軸ですから、それ自身が地震だからといってえいって伸びるっていうのはちょっと考えにくいので、大きく揺れた時にずれたんじゃないかというふうには思うんですけど、ずれたらどうなるか問題なんですね。この高圧タービンにしろ低圧タービンにしろ、非常に狭いところを回ってますんで、あまりにも大きくずれれば羽車がこのシャーシ類に接触をして、場合によっては羽車が折れる、跳ね飛ぶ、これをタービンミサイルと言います。だいたい分速1800回転しているものですから、そんなものが羽車が折れて飛べば、鋼鉄製の硬い金属でできていますので、あ、いや鋼鉄じゃないかな、鋼鉄でいいのかな、タービン、そういう硬い金属のものが飛び散ることになると、ケースをぶち破って、場合によっては下の腹水器を破壊したり、そういうことが起こり得ます。そうなった場合、腹水域に大量に海水が流れ込み、原子炉の中にまで流れ込んでという、そういうルート、もう一つはタービン軸受けの冷却用に水素などを使っていれば、水素が爆発炎上すると、そういうようなことも起こり得ますね。そういうさまざまな問題が起こり得るタービンミサイルなどが発生しないように、この軸は
伸びたり縮んだりなんてもちろんしてはいけないわけですけども、伸び差大という警報が出ているということなので、一体何が起きたのか、これもこれ以上のことは何も情報として明らかにされていないので、問いただす必要があるのかなというふうに思っています。それから先ほど言いましたこのプール水が溢れたって、まあ、この周りの脇に流れるんですね。脇に溢れ出します。1号機95リットルで2号機は326リットルのプール冷却水が溢れ出しました。どこへ行ったのかというと、周りのここあのピット、これはあのドレン系の排水系のですね、水溜があります、溝があります。そこに落ちてそれで回収するというふうな流れになりますが、そこに回収されていったということです。まあ、300リットルぐらいならば水面見た目下がるほどの量ではありませんので、巨大なプールですから、さほど大きな影響はなかったと言えるのかもしれませんけれども、この水は当然汚染水です。汚染水というと語弊があるかもしれませんが、ただの水じゃありません。放射性物質やっぱり含むんですよね。したがって外海水などに、海中海などに出てはいけません。敷地の中で留めなくちゃいけないんですけども、それがうまくいったかどうかっていう問題になろうかと思います。それからあまりにも大きく揺れ動いてですね、大量の水が抜けるということになれば、当然のことながらプール冷却に問題、支障をきたしますので、直ちに復旧しなくちゃいけない、注水しなくちゃいけないんですけど、先ほどのようなポンプが止まってしまう、電源喪失になればポンプ止まりますので、そうするとタイムリミットが短くなるという、そういう問題があります。そういう問題はなかったのか、問題が一つ残るわけです。で、最大の問題はこの変圧器のオイル漏れですね。これ変圧器の真下の部分です。これ全部オイルです。で、油なんですね。で、油だからすぐ燃えるかっていうと、さすがに難燃性の油を使ってますから簡単には着火しないんですけど、それでも230度くらいで火燃えるそうです。で、この変圧器は当然原発としては動いていませんので、大量の電力が流れているわけではないので、通常の先ほど見ていたようなポンプ類や建屋の中で使っている照明類とか、そういった、少量の電力しか流れていませんから、まあ、冷たい状態のままだったと思いますけど、しかしながらここで漏れているこの絶縁油というのは、運転中にならば高温になります。電気が流れれば、で、高温になった時にこれがもしも大きな揺れに襲われて、スパーク、すなわちアーク放電のような高温の温度になる放電火災が発生したら着火します。それが現実に起きたのは柏崎刈羽3号機なんですね。あれが黒煙上げて燃える写真というのがよく見ると思うんですけど、この絶縁油が引火して燃えました。で、その時の絶縁油と今の柏崎じゃなくて鹿で使っている絶縁油、同じかどうか分かりませんけれども、当時だって燃えない油が燃えたって言われたんですから、同じようなもんです。絶縁油として詰め込まれている油が漏洩して火を吹くと、これが1号機と2号機の変圧器ですが、で、最大絶縁油は19800リットル、その時に漏れた時にですね、消火剤も起動していたので、消火剤も含めて24600リットルが漏洩をしていると、そういう状況になりました。で、漏洩した場所はこういったところの加圧板のところより燃えたりとか、あるいは配管のところで破損して漏れたりということですから、やっぱり柏崎刈羽3号機と同じようなところで破損が起きているんですね。これは1号機ですね。1号機もこういったところで破損が発生しているそうです。放熱板上部、絶縁油漏洩箇所ということで、下に砂利敷いてありますけど、ここに落っこちたということですね。消火剤の噴霧水を含めれば4200リットル漏洩しているということで、これもこの位置がここだそうです。それからここに、放圧板というものがありますが、これは漏れたのではなくて、ここ開いてここに出てしまった、すなわち放圧板というのは内部の圧力が上がってしまうと爆発する危険性がありますので、圧力を抜くためについている蓋ですね、それが開いてしまった、別に圧力上がってもいないのに開いてしまい、その中に入っていた変圧器の中の絶縁油がここに漏れ出したということです。で、こういったことが起きると危険だということを反対派はよく言うな、実際にはもっと十分な設備があって電源装置などはしないのだという説明図がこれです。この図の出所は北陸電力ですが、北陸電力がこれ誰に配ったかというと、原子力規制委員会の委員長が現地視察したときに、事故の時じゃなくて前にですね、去年の7月に視察したときに作った書類だそうなんですけど、驚くのはですね、その見学してきた中学生ぐらいに見せるようなレベルであって、とても規制委員会の専門家にこれ本当に配ったんかって思うようなレベル、この内容の審査をそもそも規制委員会が認可してるんでしょうと、
そういう内容で十分理解、熟知しているはずの人がこの書類を見て何を感心してるんだろうなと思う不思議な書類です。で、上越代替交換設備っていうものがありまして、私たちが皆さんと一緒に志賀原発が非常時にどんな対応を取ってるかを調べようと思うんだったらこういう図でちょうどいいんですけどね、専門家見る図じゃないですね。でここに代替内燃設備、これ発電機ですね、発電機がありますと。で低圧電源車がありますと。さらには水をためたピットと、それから貯水槽があります、タンクですね。でそういったものを使って、外部電源を失われた時でも内部の電源を使って炉心に注水しますというような図になっています。問題なのはこの辺りが大きな地震の時にこういう、これは建屋に入る入り口のところ、普通のビルにもありますよね、消火栓つなぐところ、それと同じです。消火栓つなぐところがあってそこから入れてるんですね。でそういうふうにして入れて、内部の配管が壊れていなければ炉心まで行くでしょう。実はこの考え方はですね、福島第一原発と何ら変わらないんですよ。なんか特別なことやってるのかって全然そんなことなくて、要はここの配管を単に福島第一と違うのはつないだってぐらい、給水系にねつないだっていうくらいでして、やってることはほぼ同じです。で原子の圧力容器の中に入れるっつっても中の圧力が、普通運転時にはですね70気圧以上あります。そんなんで入るわけがありません。ここで入れようとしているポンプの圧力はせいぜい10気圧です。そうするとそれを打ちまかしても入るってことは不可能ですから、この中の圧力を10気圧以下に下げなければいけない。すなわち減圧が先で、その後に減圧が成功すれば入るでしょうという説明なんですね。で福島第一原発の2号機は典型ですけれども、減圧に失敗してるわけですね。で減圧に失敗したことで入らなかったっていう意味で言うならば、ここは減圧できなければ結局同じことをやってるだけなんですよ。なんだ 目新しくもなんともないじゃないってツッコミを入れるための図だろうなと思ってるんですけど、これを山中委員長に入って渡したそうですから、何考えてるんだろうなと思うんですね。でさらに非常用ディーゼル発電機の地下経由タンクを積んでますと。これも言っておりますが、山中委員長に渡してるんですよ、私たちにじゃなくて。こういうものありますか、安全ですって言うんですね。でこういうところパイプなんですよ、赤い線みんなね。でパイプが折れないっていう保証がどこにあるんですか、そこが問題なんですよ。どんなにこういうタンクの設備を地下に入れて揺れが少なくしました、安全にしました、津波で持ってかれないようにしました、いくら言ったって肝心要なのはこれだと赤いラインが生きてるかどうかなんですよ。地震の時に地盤が変状して大きく段差ができたりしている時に、こういった地下埋設配管が本当に生きてるのって。実際に梶原原発では経由用の配管破断してます。でそういうことは、例えば破断したからここはやめてあっち回そうねって言っても、そこが今度地震の時に揺れるかもしれない、どこに持ってったってほとんど変わらない、いたちごっこにしかならない、そういう話なのに、地下埋設したから安全ですってよくまあそんな説明するよねっていうふうな突っ込みどころ満載の図面として、話をするためにあるんだろうと思っていたら、なんと山中委員長に渡してるんですね。何度も言いますけど、さらにこれ地下に弁当タンクを入れてます。要は先ほど言いました減圧ができなかったらどうするんですか問題の最終公開がこれです。要は圧力容器の中の圧力容器が破壊されていて、格納容器の中の圧力を抜くためにフィルターベントをつけてますと。フィルターベントというのは何かというと、中に水を溜めておいてですね、そこに空気というか気体状の内部の圧力を抜くためのガスを送り込みます。ガスを送り込むとここで水がブクブクブクと泡吹きました。セシウムなどは水に溶けやすいということで、この中で吸収される。そうすると排気筒から出ていく気体の中には放射性物質が、数百分の1になって出ていくから安全みたいなことを言うんですけど、残念ながらそう簡単にはいかないのは、ここから出る放射性物質がその時々の燃料の破壊の仕方によって全然変わるだろうということが想定されてないんですね。危険な物質がセシウムに限るのかって言えばそんなことはないですよということ。それからもう一つは、このブクブクブクを一体どれ何時間続けてもこの水は沸騰しきってなくなることはないのかということなんですが、残念ながらそう簡単にはいかないわけです。ずっと高温のままメルトダウンし続けた燃料がですね、発熱し続けていれば、すなわちここに水を入れることができなければ発熱し続けている、それが周りの例えばコンクリートに接触すればですね、デブリとコンクリートの間で化学反応を起こします。それによって何ができるかというと、一酸化炭素です。大量の一酸化炭素ができて爆発的に燃焼します。そうすると爆風がこう襲うわけですよ、この配管と中をね。その状態、もう一つは水素が発生します。水素も発生するとこの中にたまるんです。そこに引火物が入ってくれば着火します。で爆発する、すなわち地下タンクであっても爆発しない可能性はないわけで、あるわけで、そうすると爆発すればこのタンク自身が破壊されると同時に配管が割れてしまえば、ここから生ガスが出るわけですよね。
そういうようなことも含めて、じゃあ地震の時のラインは健全なのかとか、そういった突っ込みどころ満載なので、よくこんな図を山中委員長に出したなと思うんですけど、まあ、要はこういうのは全部秘密事項で公表できませんって、フィルターベントの構造図位置は全く秘密されています。多分山中委員長に渡した時はここ書いてあったんでしょうね。ということと、もう一つ、大容量淡水貯水タンクっていうのがあります。これも17メートル×18メートル×46メートルで3つに区切ってあってっていうようなタンクがそばにあって、これが淡水、すなわち普通の水を溜めているので、これを注水するか大丈夫っていう想定なんですけども、まあ一定の限界しかないですね。これをずっと空っぽになるまで溜め続けても、メルトダウンの大量の熱を除熱できなければ結局焼け石に水っていうことになりかねないし、そもそもこのタンクが地震や津波、この場合は地震でしょうね、地震によって破損する可能性はないのかという問題が残るということです。すなわちやはり突っ込みどころはあるよねということになります。これが志賀原発の安全対策に対する私たちの、突っ込みどころというか批判点ということになりますが、この批判点は今回の地震に対してではなくて、志賀原発の真下でマグニチュード7クラスの地震が起き、震度7で揺さぶられて、さらに隆起したり陥没したりという大きな地盤変動が起きるということを前提として言ってるわけですよ。そういったことが起きる可能性があるということを見せつけたのが今回の能登半島地震ということになります。で、じゃあ志賀原発の地震想定、そもそもどうだったのかということを考えなければなりません。で、これが、まあ、スケッチなんかあんまりどうでもいいんですけど、こういったところを見ていくと、断層線、 S4 の断層線、 S4 の断層線ありますね。だけど地表の上にかぶってる土壌については切れてないですよね。だからこのラインまでしか影響を受けてないので、このラインが積もった年代よりも新しい年代では動いてないですねということを示しているのがこの図ですね。それがこの S4 の断層線、これです。この S4 の断層線が重要なのは、原子炉の建屋の真下通ってるからだからこんなもの動いた日には持つわけがない。先ほど言ったようにいろんな配管がズタズタになるとかね、そういったことはこの S4 の断層が動けばもう必ず起きますわね。したがってこういったことを否定するために、こういうのを一生懸命スケッチなどで出してるんですが、問題なのはこの S4 断層が、この断層自身が起振断層でなくったってこういうことは起こり得るんですよっていう問題なんですね。で、これが断層線の、もうちょっと寄ってみました。見ていただくと、これが S1、S2、S6、これタービン建屋が切ってますね。それからここを見ていただくと分かるんですが、ここにもたくさん断層があって、この物上げ場とこの間の、まあ歩道も、まあ、車道ですけど切ってますね。したがって大きな地震が来ればこの 間もですね、段差ができる、そういう可能性が高いなということはこれで想像できると思うんですね。問題なのはこの段差が海面でできるんじゃなくて地下でできるということが問題なわけです。あ、行き過ぎちゃった、ここに段差ができればこの下を通っているのは取水管も通ってます。すなわち志賀原発の場合は海底取水なんですね。取水管が通っているところをこういった断層線がいっぱい走っているということは、取水管もろとも切断されてしまう、段差ができてしまう、隆起した時の2メートル4メートルの段差ができてしまえば、その中を通っている海水管が持つわけがないです。で、海水管が破断してしまえば水汲み上げられるわけありませんので、そういったことでもこういう断層線の、存在するところに取水口とそれから取水トンネルを作って、それで原発の冷却は十分だなと言っているのはあまりにも大きな間違いだということです。ちなみにですが、ここの海底トンネルはどうやって作ったかというと、福島第一原発の汚染水排水していますよね、今。あの海底トンネルと同じ作りです。同じ会社が作ってます。これが原発の周辺の断層図です。この断層図面見ていただくとですね、こういった赤いところが、まあ、活断層的な考え方で、志賀原発が想定をした断層線ということになります。見て分かりますが、原発の周辺の青い線はいっぱいあるんですけども、赤い線がないですね。いわゆる活断層認定をしていないものがほとんどだということになります。それから先ほど見ていた遠田教授が動くかもしれんと言っていたこの断層は一応ここにあるんですけれども、これらとの連動を想定していないので、あっても小さな地震しか想定していません。これ小さな断層線を個別に評価していればちょっと小さすぎて見えないと思いますが、ここに想定地震はマグニチュード6とか5とかそんなばっかりなんですよ。で、一番この辺の大きなものを全部連動して動いたと仮定すれば、それはマグニチュード 8 点いくつとかになるけれども、そういう想定はしないんですね。それからこれは海底断層の関係30キロ圏内の断層図ですが、見て分かります通り原発の周辺ではこういう有力な断層は存在しないことになっています。ここにある、兜岩沖断層、
これは一応活断層認定はしてます。それからこちら側の断層も活断層認定してますけども、間飛んでいて個別に動くということになってますので、この2つの断層の評価というのは非常に小さなものになります。例えば能と、違う、株と岩断層系はどこ行った、4.0 キロ、まあほとんど地震の規模は変えてございませんので4キロしかないということになってますね。古文島沖断層も4キロ AB ですね。そういう評価になります。そういうことで、そもそも4キロぐらいの断層だとマグニチュード、6にもいかないというようなそういう評価になります。それから先ほど見た大内型断層系、これですね、これはさすがに無視するわけにいかないので、これ全部が連動したらという評価はしています。でこの大内型断層系の評価はですね、44キロということになっています。44キロぐらいですとマグニチュード 7.6 クラスになりますというような断層評価はしていますけど、ここが遠いので距離があるので、大きな影響はないというような結果になります。じゃあ結局この原発の最も重要な地震度、すなわち基準地震度を決めている断層はどこなのかというとですね、この笹波沖断層系というのはこれですね、これが一番近いということで、これをもとにしてマグニチュード600、マグニチュードは、書いてないか、600ガルというですね基準地震度を算定しましたけども、最近になって去年ですね、去年になってこの600じゃさすがに小さいということで、これではさすがに小さいということで、都議川南岸のこの断層、先ほど動いたと言ったな、この都議川南岸の断層、それから下にこうある福浦断層というものを足してですね、千ガルという評価を一番最新ではやっていますというぐらいで、千ガルが現在審査中ですけれども、志賀原発の基準地震動になろうとしています。でこれが実際に起きた能登半島沖地震の評価は696キロということですね。で志賀原発の津波想定ですが、そもそも間違っているということで、これが先ほどの原発の上空から見た図です。でこれを見ていただくと、取水路というのはどこにあるか、この物上げ間の両側にこう取水口があるんですね。で放水口はここにあります。もっと沖合に放水しています。でこのトンネルを通って200メートルぐらいのトンネルを通ってタービン建てに入っているんですね。この取水口が先ほど言ったように、ここですから、まあ、この真下を通っているわけですね。この真下を通っているわけですから、これが破断してしまえば取水できないよねということになるわけですね。それから津波の高さの想定は 7.1 メートルです。でこれが笹波沖断層の活動によって起きる津波想定の高さ 7.1 メートルで、敷地高さは11メートルあります。でその上に4メートルの防潮堤を建てて、合計15メートルの津波対策をしているということになっています。で、従来のというのは、昔のバックチェックの時には5メートルだったのを新規制基準の中で 7.1 に上げましたよということを言ってるんですが、寄せ波で 7.1 メートル高さ15メートルの対策を取ったというんですが、引き波の問題、これはマイナス 4.0 メートルを想定しています。で2号機の取水口の深さは 6.2 メートルあります。海底の 6.2 メートルのところに取水入り口があるわけですから、逆に言えば4メートル引き波ならば、まだ 2.2 メートルの差があるということになるんですけど、問題なのはこのエリアでは全く隆起を想定してない。で輪島のような4メートルの隆起があったらどうなるかって分かりますよね。4メートル隆起して4メートル引いたら8メートル下がっちゃうわけです。海面がこれはアウトです。8メートルも海面が下がってしまったら取水口露出しますので、輪島の沖合で見てるような海岸線がずっと沖合に行ってしまって、そこに砂浜が広がってるって、あの状態と同じことになるんで、ぽっかりとそこに取水口が見えてますねっていう状態になります。で今度は寄せ波来るわけですね、ダーンとね。その時に、この場合は7メートルの寄せ波に対して4メートル隆起していれば、その差 3.1 メートルの津波になるので、原発の津波対策的には有利なんですが、寄せ波というのは土石流ですから、海底土砂を流し込んできます。そうするとこんな取水口はたちまち埋め立てられてしまうので、結果的に使い物にならなくなるわけですね。もう寄せ波の凄まじさ、土砂をどれだけ運んでくるかっていうのは東日本大震災で経験した通り、
しかもこの辺みんな土砂が海底に溜まっているところですから、それが一気に押し寄せてくるので埋め立てられてしまう、取水口が。そういう問題になるので、浜岡原発の場合も同じことが想定されるので、海底に巨大なピットを作っていて埋め立てられないくらい大きな、要するにプールのようなですね、構造物を海底に作っているんですが、さすがにそれでも埋め立てられるんじゃないかという問題ありますけど、志賀原発の場合も実はそういう構造に、これちょっと四角いですよね、構造にはなってるんですけど、こんな程度じゃ多分ダメだろうなというふうに私は思います。ということで4メートルも隆起して引き波と合わせて8メートルも下がるということは、そもそもこの原発は想定していない、そこだけでもアウトだよねということになります。で、この原発の立っている能登半島というのはどんな地形なのかということは、これは前も言いました通り、反対運動している人たちから見れば自明のことでありまして、能登半島というのは地震が作り出した隆起地形です。まさに隆起で繰り返し作られていった構造物です。構造物というのかな。でこの辺に千枚田ってありますよね、段々畑1000いくつもある、たくさんので、あの段々畑ってもともとはですね、あの海岸が隆起していってできた利水ベンチの上に作られた畑なんですね。すなわちこう凸凹にこうなっていく、利水ベンチの階段状になるわけですから、そこをあの狭いところだけど開拓して、要するに田んぼにしていったわけですよ、昔の人たちがね。現在もでそこが今観光地になってるわけですけども、その利水ベンチはどうやってできたのかっていうと、まさに隆起です。過去6000年以内に少なくとも3回大きな隆起するような地震の現象が起きていたのではないかということは分かっていたんですけど、ということは大体数千年に1回大きな隆起が起きている、大体1000年から3000年ぐらい一遍に4メートルぐらいドーンと隆起するような地震が起きてくるということが今日ただいま起きたということなんです。で、そのどのくらいの隆起があったのかっていう、この輪島から志賀町にかけての一帯を見ていくと、漁港で見てるんですが 3.3、4.1、3.9、3.2、0.3、志賀町の方に入ってくるとさすがに低いですけれども、この外側の断層ですからね、それにこの150キロの断層によってこういう逆断層が大きい、これが上盤が要は半島部分ですよね、上盤の半島部分が持ち上げられてこれだけの隆起になったということになります。でこれを衛星写真で見ると赤く見えるところがこの隆起した地形です。はっきりくっきりと大きく隆起しているのが分かると思います。さらに寄ってみればこんな感じ、これは港だったところが隆起して陸上になってしまってます。ここも同じですね、ずっと海岸線が引いてますね、ここからね。でさらに寄って飛行機で撮影するとこんな感じ、もともとは漁港だったところがもうみんなあの海面が下がっている、すなわち地面が隆起したということです。この隆起の量はどのくらいなのかということで、ある地点で測ってみると、ここは道路がここにあったと。で離水した海食台っていうのは、これはもともとこの高さ、地震で昔の3000年くらい前の地震で隆起した高さです。10から4の間、すなわち6メートルありますね。で6メートル以上あるところを1回上がってるんですが、それがここが、地震前の海食台、すなわち海面です。でさらに今回地震によってこれだけ下がりました。この結果 3.5 メートルくらい、6メートルか、 3.6 メートル上がったわけです。で地震前の海面高さを比べると 3.6 メートル海面が下がったということです。これで1回目2回目とこういうわけですね。もちろんこっちへ行けばもっと高いのがいくつもあるということです。でこれが実際に産総研が測っているところですけど、 3.8 から 3.9 メートル上がりましたよねっていうところですね。どのくらいの規模かというと、ここは昔の海面です。人間がこう立ってます。このくらいの高さになるということです。その規模の凄まじさということは分かると思うんですね。これ昔はこれ海食台といって、海のちょうど波打ち際のところにあるところだったんですが、ずっと海が後退しているということは分かると思います。これはもともとの港ですね。こういうふうに干上がるというような状況になっています。これもまた港だったところです。これはあの海岸線ずっと後退している、この辺はもちろんここ昔の波打ち際この辺だったんですが、ここまで後退しているということは分かると思います。だいたい250メートルそういう距離後退しています。ここに原発があったらどうなるかって分かると思うんですね。取水できなくなります。これが昔の護岸堤で、今海面はここにあります。もう漁船も座礁するような状況になっています。でこれをですね、核燃料輸送船で考えてみてください。これ漁船ならばまあ引き上げるとかできますけど、核燃料輸送船がこういう事態に遭遇したらどうなるかっていうと、みんなこのゴツゴツとした岩場に座礁するわけですよね。二重船閣構造になってるから簡単に沈まないとはいえ、こういったところで今度は波に揉まれてガリ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 やられるわけですから、それでも健全な船なんて私は考えられません。
でその船が沈没すれば乗っかってるのは高レベル放射性物質であるところの使用済み燃料がそのまま海底に沈んでしまうということになりますので、こういった地形のところにある原発から使用済み燃料を運び出そうとしているときにこういった地震が発生したらどんなことになるのかということを考えたに、仮に原発が破壊されなかったとしてもですね、使用済み燃料キャスクが海底に沈むなり破壊されない、そういう事態になります。または放射性廃棄物も船で輸送するわけですから、そういった低レベル放射性廃棄物ドラム缶が海中にぶちまけられるというようなことも考えなくちゃいけません。輸送時というのは全くこういったことを想定していませんので、輸送時にこういった地震津波に襲われるということを想定しただけでも実際に原発から何も運び出すことはできない、まあ、陸上輸送なら別ですが海上輸送でですね、使用済み燃料や放射性廃棄物を六ヶ所村などに運ぶなんてことは到底不可能だということが分かると思うんですね。何しろ地震や津波いつ襲ってくるか誰にも分からないわけですから、荷揚げの真っ最中に襲ってくる可能性がないと誰に言えるんですかという状況です。そういった意味でも使用済み燃料を例えば頻繁に輸送していた1990年代、のあるいは2000年代の日本の原子力産業っていかに無謀なことをしていたのかってことはよく分かると思うんですね。今は6カ所再処理工場も動いてませんし、6つの使用済み燃料貯蔵施設も動いてませんから、そこに輸送船が向かってはいませんけれども、来年にはですねこれらが稼働し始める可能性があります。そうすると日本中の原発たまに溜まっていた使用済み燃料を空とばかりに青森県に運ぼうとするかもしれません。そんなことになれば原発、個別の原発もこんな風になってしまって大きな事故になる可能性もありますが、もう一つ陸奥小川原港にある6カ所再処理工場の荷揚げ場であるとか、あるいは陸奥関根浜にある RFS の燃料陸揚げ場の防波堤とか、そういったところに船が着岸して荷揚げ作業やってる最中にこういう地震や津波が下北半島でも起こりますので、そういったことが起きれば大惨事が下北半島周辺で起こるということです。それを引き起こしたのが私たちが電気使っている東京電力だの、あるいは北陸電力だのという電力会社のやっている原発事業により発生した使用済み燃料ですから、当然発生者責任が電力会社や私たち消費者にかかってくるだろうということで、そういう輸送を阻止する責任も私たちにはあるということを強調しておきたい。この能登の地震でそこがやはり一つ浮き彫りになっただろうというふうに思います。どのくらい上がったのかということを今度は過去の記録で見てみましょう。都議港、鹿町都議港ですね、過去の例を見ると一番高いところが離水ベンチが17メートルくらい、次が14メートルくらい、その次11メートル台、その次が9メートル台って、こうやって4段階の、要は隆起の跡が残っている。その、都議漁港というのは、どこだ、都議漁港書いてないな都議漁港は都議川の周辺にありますが、この辺ですね。それから観光地で有名な岩門、ここもたくさんの離水ベンチありますよね。 1,2,3,4,5,6,7,8,9 カ所。岩門というのはあの巨大な岩が海にせり出しているような、洞窟があって、岩門洞窟があって、沖合に大きな島が、島っていうのかな、景勝地がある。その岩門はここです。岩門 3.8 メートル書いてありますね。ここですね、鹿町の鹿原発にそんなに遠くないところです。それからこの辺見ていただくと、港があった赤積みの漁港なんか 2.4 メートル、2.2 メートル、2.1 メートル、2.0 メートル、1.7 メートル、こういうところがそれだけの、要は隆起した跡が残っているということです。そういうふうに考えるとですね、赤積み港でもそうですし、これ赤積み港と岩門の間っていうのは、に要は原発があるわけですから、もう鹿原発の目の前の岩もそのくらいの隆起があったと。いうことで、地下原発自身も離水ベンチに立ってるということなんですね。高さ11メートルあって喜んじゃいけません。11メートルは何でできたんですかって言ったら、何回かの隆起の挙句に11メートルの高さになってるわけですよ。そういうふうに考えたら、その11メートルに立ってる原発が次の地震で海抜何メートルになるのか、その間に敷地内の配管やあるいはケーブル、それから取水口が破壊されない保証はどこにあるのかということをやっぱり問い立たさなければいけないということです。これが10何メートルの離水ベンチでこうなんですよ。これだけ上がるんですよ。もはや、人間の想像するところじゃないですね。こういうくらいの巨大な、要は隆起が起こり得るということです。でこれが崖に見える離水ベンチ、これは都議の写真ですね。 9.6、11.5、14.5、17.2 っていうのはこの崖に見えるんですが、これはどういう、これが防潮堤の鉄塔、突端ですけど、
ここから見てこんな高さにこうそれぞれ1回ずつの地震で隆起してるわけですね。こうやって隆起していった地形が能登半島の地形だということになります。最後に防災のことを少し話します。神岡さんなんかこれ専門になるんですけども、志賀原発の防災計画は全くの机上の空論に過ぎなかったということです。これがですね、電力会社が出している基本的ルール、電力会社じゃないや、石川県が出している基本的な避難ルートということで、赤い線で書いてあったり、紫の線で書いてあったりしますね。この紫の線というのが実は、石川県売りのですね、能登里山街道という高速道路です。2車線ずつの大きな道路です。でスタート地点が金沢で、終着地点がここで、ここ何があるかというと、実は能登里山空港があります。飛行機が来るところなんですね。すなわちこのルートを使って皆さん事故起きたら北へ北へと逃げるわけですね。この人たちはね、この辺の人たちは南へ南へと逃げるわけですね。で七尾市の人たちはまあ北でも南でも富山県側でも逃げられますよと、そういうふうな想定なんですね。で北へ逃げた人たちはどこ行くかって、この先何もありませんから、地面なくなりますんで、半島の先端まで逃げるかというと、実はここに空港があるから、空港から脱出できるよ、またはここにたくさん港がありますから、港が脱出口になりますよっていうのが触れ込みです。現実にはどうなったか、これ1月1日の、トヨタが公表した、ここは通れますルートというもので見た地図です。能登里山街道ってこれなんですけど、全滅です。黒く塗ってるのはこれ閉鎖された道路を黒く表示しています。交通規制がかかって通れないですね。だからもうこの辺の能登里山街道全部通れませんし、原発ここです。原発の山側走っている、整備された国道、これも通れません。海側は通れます。なぜか。でも原発事故ったのが通れませんよね。だからここ通れても実は避難路にならんですね。で、七尾川、かわいそうにこの七尾川の道路も全部ダメです。通行止めの黒い線になってます。七尾から氷見抜けるということもできませんでした。実はですね、志賀原発反対運動をしている人たちは、自主避難訓練というのをやってまして、毎年でもないんですけど、ある一定の範囲でですね、志賀原発が事故を起こしたときに、各位からどうやって逃げるのかっていうのを実際に車に乗ってやってみようというふうに、それでやってみるときに、いくつかの避難ルートを想定するんですが、そのうちの一つが氷見へ抜けるルート、山越えルートですね。結構道路整備されているので、比較的冬でも通れるんですけど、ところが今回、それがもう壊滅的な被害を受けまして、七尾市街から外へ出られませんというふうになっているので、結果的にこの、七尾へ抜けるルートも避難路として使えませんでした。で結局これはどういうことを意味するのかっていうと、こういった能登半島のこの避難ルートと主要の避難ルートはほとんど全てが今回の地震によって寸断されてしまった。今回の地震ここで起きてるんですよ。ここで起きてるのに、この中部付近の避難道路も壊滅的にやられてしまったということで、もしもこの大地型断層系であるとか、先ほど見た時は南岸断層系が動いたらもっとひどいことになりますよね。もう全滅するということはもう火を見るより明らかということになりますので、能登半島の内部中部などで内陸直下の地震が起きて原発が破壊されて避難するということは、当然原子力緊急事態になっている状況だから避難するわけですから、原子力緊急事態になっているような状況であればもう道路が先に緊急事態になってます。逃げられるわけがないということはよくわかります。これ記録圏を線に入れるとこんな感じです。5キロ圏全部避難不可能、30キロ圏やはり壊滅的です。南側少し逃げられるかな程度ということになりますね。でこのルート1月8日にも見てみました。状況悪化してますというのは、情報がなくて北の方がよく 見えてなかった。ここら辺は1月1日2日と実は誰も行けなかったんで、道路がどうなってるかみんな知らなかったんですね。気がつかなかった。でヘリを飛ばして自衛隊なのか、ヘリを飛ばしたり報道機関飛んでったり、あるいは孤立しているところどこかって探しまくったりしたときに、あそこもダメだ、ここもダメだって分かっていたところがどんどん増えていくんですよ。地震が発生してからどん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 北の方が通れなくなっていることが分かっていって、1月8日になってもうピークになっていくわけです。まあ、こちらが通れないのは前から変わってないんですけど、志賀原発はここです。要は北へ逃げろではないんですよ。もう北はもう身動きすら取れない状況になって、孤立が800カ所で発生する、そういう状況になってます。これ5キロ圏30キロ圏というのをこう毎回プロットしてみて、で今度は朝日新聞1月23日時点で見てみます。そうすると1月23日ですから、もう事故からもう20日以上経ってますね。
まあ、原子力緊急事態が起きていたらもう手遅れくらいな時間帯になるわけですが、依然として能登里山道路ダメです。さらにここに氷見に抜けるルートも全部ダメです。珠洲市あたりの道路もほとんど動けません。唯一逃げ道になる可能性のある空港、ここにあるんですね。実は能登里山空港って原発から30キロすぐ外側にあるって、なんか象徴的だと思いません？わざとやってるよねっていうのがね。志賀原発のギリギリ30キロの外側に作るっていうこの能登里山空港、これも実は行けないんです。で、空港は再開してるんですよ、この時点で。すでに再開してるんだけれども、能登里山空港に降りてもそこからどこにも行けない事態になってるんですよ。だから避難物資を運んでも空港に山積みになっちゃうんです。外に運び出せないっていう状況です。港は先ほども言いましたように隆起してますから全部ダメ。使える港はこちら側だけです。こちら側からこっちは運べません。そういう状態です。というわけで原子力防災というのは基本は何かというと、こういうところ、まあ、これはおさらいになりますが、 PAZ と UPZ というのは決められています。で、PAZ というのは5キロ圏内、5キロ圏内というのは、原子力緊急事態が発生したら直ちに避難を開始するか、または高齢者などは避難を開始するか、そうでない人たちは避難準備に入るというところ、事実上すぐに避難開始になるのが5キロ圏内です。原子力緊急事態というのはどういうことかというと、冷却ができなくなりましたということが一つ、それからもう一つは電源が喪失しました。この2つですね。全電源喪失とそれから冷却不能というのは、まあ、同時に起きそうな気もするけれども、まあ、別々に起きたとしても原子力緊急事態になります。そういう事態になったら放射性物質が拡散する前であっても避難開始なんですが、先ほど見た通り5キロ圏内から逃げようがありません。続いて UPZ、 UPZ というのは原則屋内回避です。昔は30キロ圏内からどうやって逃げるんだみたいな議論してたんで、国はなんと最近では逃げるなって言ってますね。で、逃げてはいけない、中にとどまれ、屋内退避だ。で、今志賀原発の、あ、ごめんなさい、珠洲市 のいや輪島市の家どうなってるかご存知ですよね。半分以上倒壊したり、あるいは倒壊を免れた建物でも窓やドアは破壊されていて、とてもじゃないですけど中が密封状態にならない。学校もそうですよね。公共施設も市役所なんかも窓が大きく破壊されてるところいっぱいあります。結局 UPZ というのは屋内退避、すなわち放射性物質から逃げることですから、放射性物質が環境中に拡散しているときに窓が破れているだのドアが吹き飛んでいるなんて、そういう建物に屋内退避などできるわけがないし、しても意味がないということになります。すなわち無意味なことを言っているに等しいのがこの UPZ の屋内退避なんですね。現実問題として地震によって破壊された原発から大量放射性物質が放出されるというのは、日本の原子力災害の中でも最もポピュラーだと考えなくちゃいけないわけです。原発だけが勝手に爆発するということはあんまりないわけで、何かがきっかけでの何かは地震なんですよ。まあ火山かもしれないけど、で、地震によって原発が破壊されたというときは、地震によって周りの住宅も緊急避難用の公共施設も破壊されてるんですよ。で、道路も破壊されてるんですよ。で、そこから逃げ出せない状態に封じ込められてしまうのが現地の住民、数万人から10万人ですよ。その人たちをじゃあどうやって逃がすのかということに関して、この国は完全に無力だったということが今回の能登半島地震で証明されてしまったんです。それがさらにこの図です。これは原発の周辺にあるモニタリングポストの状況を表しています。南側は揺れも小さいし電気も来ているので当然測定できているんですが、北側見てください。黒いのが全部停止しているわけです。結束と書いてあります。これは石川県が設置した30キロ圏内にあるモニタリングポストでして、これが破壊されて、まあ、どうして止まっているのか今全部分かっているわけじゃないんで、破壊とは限りませんが、電力が止まっただけなのかもしれません。バッテリーが切れたとかね、そういっただけかもしれませんけども、いずれにしても30キロ圏内の最も主要な場所、このエリアが屋内退避、5キロ圏内は直ちに避難、30キロ圏内は屋内退避ということを考えるならば、屋内退避する基準というのは空間線量です。空間線量がどのくらいまで上がったら屋内退避、どれを超えたら避難開始ですよ。避難開始しなくちゃいけないかもしれない、放射能が向かってるかもしれないっていうのをどうやって知るのかっていえば、モニタリングポストなんですよ。それが機能していなかったらその肝心な情報が伝わらないわけですね。で、これは飯舘村事件なんです。飯舘村っていうのは福島第一原発から見て50キロ以上も離れたところでした。したがってモニタリングポストもほとんどないんですね。そんな遠いところに作る必要があるとは思ってなかった。そうすると飯舘村でも放射能が飛んできて、環境放射線量がどんどん上がっていった、
それに対して測定する方法が住民にはなかったので、どのくらいの放射能が迫っているか分からなかったんですけども、現地に原子力研究開発機構の人間が入っていって空間線量を測定してみたら驚くべき高さであった。年間100ミリシーベルトを超えるかもしれないというような値が来る。それじゃ大変だ、逃げなくちゃいけないって指示出したいんだけれども、原子力研究開発機構には避難指示出す権限なんかありませんので、これは大変だということで情報だけ持ち帰るんですが、その時そばにいた住民にこんなところに行っちゃいけない、逃げた方がいいって言った人がいるらしいんですね。そんなこと言われたって逃げられないですよね、飯舘村の人たちにしてみれば。一体何が起きたんだって話になる。それと同じ現象がここで起きる可能性があったわけですね。もしも放射能を放出していれば、この人たちは空間線量を測ることもできずに、モニタリングポストが欠足ですから、放射能が来ているんだかいないんだかも分からないままに放置されるということになりかねない。これが地名で言うならば、これは輪島市ですね。輪島市がそういう悲惨な状況に追い込まれる状況になりかけていた。もちろん放射能は今回出てませんから、そういうことは現実には起きなかったですけれども、もしも北陸電力で、志賀原発でそういう大量の放射能放出事故が起きたとするならば、こんなに ここで起きた地震でここが結束するんですから、ここで地震が起きればこの辺一帯が結束するんじゃないかということになりますよね。結局モニタリングポストによって空間線量を測り、屋内退避なのか、それとも避難指示なのか、それを判断するという、その仕組み自体が崩壊しているということなんです。空間線量すら測定できなくてどうやって逃げるんですか。それが分からない状況を出現させてしまったということは、これは重大な問題なんですね。で、道路の状態です。これが能登里山街道の有様です。両側で4車線、片側2車線の高規格道路がこういう有様ですね。そういう状況が、ここもそうですね、大きく割れてます。でひどいのはこの状態、崩落してますよね。これでは土を入れて復旧するのに何ヶ月もかかる、そういうくらいの大きな損傷を受けてます。片側通行すらこれじゃできません。こういう箇所がいくつもあるんですね。でこういうたくさんこういう崩落した場所があるっていうことを考えるならば、もう避難行動自身が取れないっていうことがこれで如実にわかると思うんですけど、依然として、志賀原発についてこの避難ができなくなっている現状について規制委員会は何も言ってないという状況です。で新聞記事、これは共同通信の配信記事を中国新聞が出したんですが、志賀原発の避難道路過半が寸断、能登地震で7路線ということで、避難計画自体が絵に描いた餅だということを報道しています。このこともやはり大きな問題でして、というのは日本の原発っていうのは半島の真ん中とか先端とかに立ってるのが結構多いですよね。女川原発もそうですし、それから泊原発は積丹半島の付け根付近にありますよね。それから若狭湾にある原発は大井も高浜もそれから美浜も全部半島にあります。それからずっと南に下がって仙台原発、それから玄海原発は半島というよりは半島の付け根付近になるんですが、それから仙台原発も付け根付近になりますね。それから一番ひどいのが伊方原発、佐多岬半島という非常に細い半島の真ん中ぐらいにボーンと立ってて、でその佐多岬半島のすぐ真上に県道が走っていて、それが唯一の避難道路だと。でもしも原発が事故を起こせばもう自動的にそこは使えなくなるということが分かっているので、じゃあその先端の半島の先端部分の人たちはどうやって逃げるんですかって言ったら、みんな船に乗って逃げるそうです。船に乗ってって地震だ津波だって言ってる時に船で避難が機能するわけがないですよね。津波、警報が出てる時に船出せますか。でその時に放射能が拡散していたら皆さん屋内退避しか方法がないんだけれど、伊方原発というのは中央構造線の上に立ってますので、中央構造線が動くような地震だったら屋内退避どころか家が倒壊している家屋がたくさん出る。これは能登半島の能登半島地震と同じです。中央構造線が活動して伊方原発が破壊されるような事態になった時には、佐多岬半島全域のですね、家屋がほとんど倒壊または密封不可能な状態にまで破損しているというふうに考えなければなりませんので、屋内退避は成立しません。で直ちに避難といっても津波警報出てますから船なんか出せませんし、津波が実際に発生すれば船は全部流されています。そういう状況の中で一体どうやって逃げるのか問題は、能登半島以上に深刻なのがおそらく伊方原発でしょう。
そういうことを全国の原発の住民やそれから反対運動している人たちは今再び見返してですね、原発と地震と津波の関係を洗い出してどういうふうに対応していくのかということを考えなければいけない、そういう状況に今来ているというふうに思います。で、話はここで一応一通り用意したものは終わりになります。あとは質問とかで1時間今が45分ですから15分ぐらい休憩にしまして4時から質問時間にしたいと思います。よろしくお願いします。